皆さんこんにちは。今回は SAOIF の楽しみ方の一つとしてギルド体験をおすすめするっていう話をしていこうかと思います。まあ、ちょっとねギルド体験の話をする前にちょっとギルドランキング戦っていうのが終わったのでそれの話をね少ししようかと思います。ギルド体験の話にかなり関わってくることなんで、今回ねギルド体験として参加したこの和桜様、ギルド体験っていうかなんかギルドランキング戦の傭兵として呼ばれたような感じなんですけど、こんなすごい順位今まで一度もなったことなかったんで、順位一桁とか本当にね嬉しかったです。5位ってびっくりしてます。本当に和桜のキルメイさん一人一人の力が合わさって初めて取れた順位だと思うんで、本当にね皆さんありがとうございました。楽しかったです。前回7位だったみたいなんで、なんか過去最高順位を記録したそうです。おめでとうございます。いや本当に俺足引っ張ってないかとかすげえ心配だったんですけど、こういうねギルド対抗試合があるんですよ。ギルドランキング戦っていうねこういうイベントがあって、月1回だったりやらない月もねたまにあるんですけど、ギルド体験の楽しみの一つがこれなんで、それもね後でちょっと話していこうかと思うんですが、この1位のエンっていうギルドさんですね。ここは7連覇なのかな。この歴代の GOG ランキング1位っていうのが、見てみると 1,2,3,4,5,6 連覇、あれ6だっけ。今回がシーズン30って書いてありますね。これだからこれ第29回目までしか書いてないから7連覇ですね。ものすごいですね。おめでとうございます。やば7連覇。もうなんかね最後の最後で作戦変えたらしいんですよね。ツイッター見たんですけど、すごいね。今回はそのギルドランキング戦に関わってくる話っていうことで、楽しみ方の一つギルド体験で最初言ったと思うんですけど、このゲームストーリー終わったら何するか分かんないみたいな人が多いと思うんで、そのね SAOIF の楽しみ方の一つとしてちょっと紹介していこうかと思います。強くなることが楽しいっていう人だったら、効率よく強くなる方法っていう動画を前に出したんですけど、ちょっと5周年になって環境が変わったんで、また後でね新しくね動画作ろうかと思ってるんですけど、改訂版みたいな感じで、ちょっと大変なんで、どういう順番で説明していこうかとかいろいろ考えてて、なかなか動画作りに着手できないんですけど、やっぱ台本作っておいてその通りに言わないと後でこれ言い忘れちゃったなとか、なんかその動画作った後に後悔することが結構あるんで、すげえ慎重になっちゃうんですけど、でなんか強くなることが楽しいとか、それ以外の交流が楽しいとか、人によってね何が楽しいかっていうのは変わると思うんで、人それぞれねいろんな楽しみ方で IF をやるといいんじゃないかなって思います。皆さんはこういうプレイヤー名で体験っていう風に書いてある人を見たことありますか？今画面左上体験って書いてあるんですけど、今ちょっとプレイヤー名を変えてみました。俺はこのプレイヤー名に体験って入ってる人を初めて見た時に、え？なんなのこれ？は？今し、意味わかんねえって思ってました。この体験という文字がね何なのかっていう話なんですけど、これがねギルド体験をしてますよっていう意味なんですよ。でそのギルド体験って何なのかっていう話なんですけど、このギルドに入る前にですね、そのギルドが自分に合ってるかどうかを知るために、一般的には最初1週間ぐらいそのギルドにいさせてもらって、そのギルドがどんなことをしてるのかとか、そのギルドの雰囲気を体験するっていうもので、なんかそのやっぱギルドの雰囲気自分に合ってるかっていうのがすごい大事なんですよ。やっぱりずっとそのギルドにいるならとかね、大体体験期間って1週間っていう話をしたと思うんですけど、ギルドによってね変わります。たまに基本的にはほとんどのギルドは体験期間1週間なんですけど、なんかもっとじっくり体験してほしいっていうところはたまに2週間いてほしいとか、こういうねその挨拶必須とかマナー重視とかね、そのギルドによって決められてることもあるんで、週何日とか週何日インするか、インってログインの話ですね。
で、まあ、ギルド体験っていうのは公式の用語じゃなくて、SAOIF のツイッター界隈で独自に作られた、まあ、慣習みたいなものなんですかね、多分。基本的にギルドに入るときは、まず体験をするっていうのが、もう今は常識みたいになってます。もう俺がこのゲーム始めたときからね、まあ、そういう感じでした。で、やっぱギルドに入るんだったら、自分に合った雰囲気のギルドかどうかっていうのを、一応ね、体験してから入った方がいいです。やっぱ体験っていう手順を踏むに越したことはないと思うんですよね。で、やっぱり楽しみたいんだったら一番おすすめなのが、ツイッターで楽しそうなギルドさんを探すっていう感じですね。まあゲーム内にもね、こういうギルドカウンターっていうところで行って、まあギルドさんをね、探すこともできるんですよ。このイベント一覧から下の方行って、まあこれギルドカウンターへって行くと、まあそこのギルドカウンターの前に飛べるんですけど、まあこういうね、ハッシュタグギルメン募集っていうので、まあツイッターで探したりとか、なんかツイッターでなんか楽しそうなことやってんなとか、面白そうなことやってんなっていうのをね、見かけたらね、そのタイムラインとかで見かけたら、なんかその人がいるギルドに行ってみたりとか。で、やっぱりギルドランキング戦期間中だったら、まあ強いギルドさんとか行くと、必ずね、何かしら発見があると思うんで、まあこういう順位がね、例えば30位以内とか20位以内とか、そういうところ行くと、まあすごくね、いろんな刺激を受けられます。楽しいです、やっぱり。で、なんか、その自分の強さに自信がなくて、自分行ってもいいのかみたいな人がいるんですけど、トータルパワー15、6万ぐらい行ってもそういうこと言ってる人がいるんですよ。さすがにそこまで行ったら大体のギルドは、まあ、受け入れてくれると思うんですよね。30位とか20位台のところとか、10位以内でも、まあ、なんかトータルパワー10万くらいの人もいるんで、全然大丈夫ですよ。それを入れてくれるかどうかっていうのはやっぱギルドの判断なので、全然入っていいですよってギルドさんだったらね、入っていいんで、まあ、ちゃんとね、そのツイッターとかで入団条件とか、なんか募集要項とかあるんで、まあ、自分がね、そういう条件を満たしてるかっていうのをちゃんと確認してから、まあ、入った方がいいとは思うんですけど、大体優しいから多分ね、入れてくれると思います。まあ、やる気ある人なら入っていいよみたいなところも全然あるんですけど、まあ、大体優しいところはね、入れてくれると思うんで、体験だけならとか、本入団してもいいって言ってくれるところももしかしたら全然あるかもしれないし。まあ、それはちょっとね、行ってみないとわかんないですけど。で、ギルドによってはね、本当に多種多様な特色があって、もう本当種々様々ですね。もう本当俺はなんですけど、ギルド、新しいギルドに行くたびに、本当にね、新たな発見があるんですよ。必ず一つはある。もうなんかね、こういう楽しみ方があるんだ、みたいな、気づかされる場面が本当に多いと思います。まあ、例えば、その VC、ボイスチャット、普通にその、通話で楽しいみたいな。そういうギルドもあれば、まあ、なんかそのギルド独自でやってる遊びがあったり、そのギルド独自でやってることとか、こんな遊び方あるのみたいな、そういう遊び方をしてるギルドがあって、まあ例えば俺が考えた遊び方とかをなんかすぐ実践してくれるギルドとかがあって、まあこのね、絆エンジョイさんっていうギルドだね。ここね、行った時俺マジで楽しかった。まあ俺なんかその無限スイッチチャレンジとか行って、スイッチって何チェーンまで繋げられるかやってみようぜみたいな。で、なんか、その何チェーンまで繋げたかっていうのをなんか競い合おうぜみたいなことを言ったら本当にやってくれたし、で、案外スイッチのチェーン繋ぐのって、まあ、人数少ないと難しいし、タイミングを合わせるのかとか、息合わせるのかとか、それでね、その間に合うかどうかっていうのが変わってくるんで、結構楽しかったんですよ、俺的にはね。まあみんなは楽しいかどうかわかんないんですけど、まあそういうのね、すぐ実践してくれるみたいな、まあそういうのがあって、で、その絆エンジョイさんでやった遊び方の一つで、仮モブ競争っていうのがあって、まあどういうものかっていうと、このインゴットですね、なんとか属性以外のダメージが何パー低下っていうのをガン積みして、で、これガン積みしないと通常攻撃ワンパンで死んでしまうんで、敵が。まあ、これで、
まあ、ちょっと小春がいるからなんか勝手にこれ攻撃されちゃってるけど、こうやってパーティー組むと小春消えるじゃないですか。でこれで、まあ、モブこうやってツンツンするとこれついてくるんですよ。通常攻撃でツンツンしてるとヘイトが取れて、まあ、こうやってツンツンするとついてくるんで、まあ、こうやってモブをこうやっておびき出すんですよ。でこれで競争するっていう話なんですよ。これでどんどんついてくるから、これを指定の位置までモブをこうやっておびき出して、で指定の位置まで行ったら次のパーティーメンバーにこのモブを引き渡すっていうので、まあなんかリレーみたいな感じなんですよね。仮モブ競争っていうんですけど、これで競い合うっていう感じですね。どのパーティーが一番早かったかみたいな。これがマジで楽しかった。そういう遊び方できるんだみたいな。あとは階層場所当てクイズみたいのもやったんですけど、まあ、例えばこういう一場面をこう写真に収めて、でこうやって撮った写真の場所にまで実際に行って、その自分が写っているところをスクショしたのをなんかディスコードとかに貼って、まあ、ディスコードでもツイッターの DM のグループでもいいんですけど、まあ、貼って、で一番早く貼った人がなんかポイント入るよみたいな。で最終的に一番ポイント高かった人がなんか勝ちみたいな。でそれで順位が決まってくみたいな、そういうねクイズゲームみたいなのもねやったりしてすごく楽しかったです。でまあやっぱもう一回言うんですけど、ギルランを楽しむならね上位のギルドが本当にいいと思います。ね自分の中の常識が本当に変わる。えそんなことしてんのみたいな。そんな順位上のギルドってえそんなことしてんの、なんかなんていうの、ありえねえことしてるマジで、そんな作戦やってんのみたいな、えそんなリスキーなことやってんのみたいな、めちゃくちゃ驚くから。で本当に今まで自分がこういうスキル編成が一番強いとか思ってたこととか、まあ、そういう常識が本当に自分の中の常識が覆える。なんか知識が本当に増える。自分何でも分かってるって思い込んでるくらいの人でも行くとマジでね変わる考え方が。え、そんな今までゴミみたいだと思ってたスキルがこんなに強かったのみたいな。まあ、そういうことも全然起こりうるんですよね。マジでね、やっぱ上位のギルド30以内、20以内、そういうところに行ってみると本当にマジで変わる。いろんなことが変わる。やっぱ知識も増えるし、本当にね気づかされることが多いなって思います。で俺今ね体験旅みたいなことをねしてるんですけど、まあ、体験旅ってどういうものかっていうと、なんか1週間ギルド体験大体するじゃないですか。で終わったら次のなんか自分が楽しそうだなとか面白そうだなって思うギルドさん探して入って、でそういう感じでそのギルド体験をはしごしていくっていうのかな、なんて言うんだろう、まあ、次々とギルド体験してって、でまあ最終的にいいなって思ったギルドに入るっていうことになるんですけど、まあ、体験ばっか行ってね楽しんでるっていう人もねいるんですよね。まあ今俺がそういう感じなんですけど、まあいろんな楽しみ方があるっていう話です。今回はだいたいそれくらいですね、言いたいことは。皆さんぜひね、ギルド体験行ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。